のやつ。サラちゃん、加入3周年おめでとう。嬉しい、やった、ありがとうございます。え、嬉しい、お花だ。え、めっちゃ綺麗。こんな泣いてると思わなかった。なんか別に言っていいことだとは思うんですけど、なんかこの前の周年までずっと2人でいたから、なんか1人で周年やるっていうのが本当に心細くて、だから来てくれる人いるのかなってずっとなんかお母さんと相談みたいなしてたんですけど、もう本当に今日ね、こうやってめちゃくちゃいい日なんか過ごせそうで嬉しいです。ありがとうございます。せっかく今から写真も撮っておく。うん、いいですか。うん、そうだ写真撮ります。写真撮りましょう。泣き顔で写真撮る。もう本当に緊張したの、マジで。え、でもめっちゃ良かったよ。めっちゃ良かったよ、それ。なんかもう昨日から緊張してて、お家帰ってお母さんに、もう本当に今日から緊張してるんだよねって言ったら、バカじゃないのって言われて。終わってちょっと嬉しい。ちょっとホッとするよね。カラさんもオレンジだ。あ、そうなの。カラさんもオレンジで来てくれたの。愛感じるね、めっちゃ。愛だ。早く早く。嬉しい。愛だ。じゃあちょっと斜めになろうかな。この上が映るように。はい。いけますか。じゃあ、はい、チーズで何枚かいきたいと思います。いきます。はい、チーズ、もう一枚いきます。はい、チーズ、もう一枚いきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。泣き顔も美しいよ、サメちゃん。サメちゃん、美しい。でもめっちゃさ、めっちゃ可愛かった曲。本当に、うん、超可愛かった、たくましかった、もう一人の姿が。やった、嬉しい。成長できた、成長できた。めっちゃ成長だったよ。嬉しい、よかった。でもね、この後はジャンキースさんとのコラボがあるので、一回ジャンキースさんを呼び込みたいと思います。おめでとうございます。え、すいません。どうぞ。後半戦はね、この可愛いジャンキーさんたちとコラボするんですけど、まだまだ初披露曲もあるので、皆さん後半戦も一緒に盛り上がってくれますか？イエーイ！ありがとうございます。では早速次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。カカオモイ。
とうございます。では周年ライブを終えてソワちゃんどうでしたか。はい、なんか頭が真っ白だなんかいつもなんか言うことを決めてるから今日は決めないで来たんですけど、あなたまず衣装、青い衣装じゃないですか、うんうん、そのわけがあって私がこう桃暮らしでデビューしますって日デビュー日に来たのが青衣装だったんですよ。だから青衣装を着たくて青衣装をチョイスしたんですけど、可愛いですか。可愛い、すごい、ありがとうございます。今日桃暮らしに入って3周年なんですけど、こうやってね、まあいろいろありますけどこうやってみんなといれる時間がね本当に大事なので、もうたくさん3年目も4年目も5年目もたくさんね、ここにいる皆さんと一緒にたくさん幸せな思い出だけ増えればいいなって思ってます。今日は、私の3周年記念公演に来てくれて本当にありがとうございました。それでは最後にももぐらしからお知らせです。はい、6月9日新宿、あ、私新宿じゃん、すいません、6月9日、しのぐれ高輪にて、高輪テレネにて、動員重要ライブがあるので、皆さん、ぜひ、来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。お願いしまーす。はい。じゃあなんか、ちょっと言いたいことあったなって思ったの。いいよ、何？本当に私のお話になっちゃうんですけど、さっきなんかこう緊張とかしてた時になんかみんながもう本当に物販で「さあちゃん大丈夫だよ」とか「なんかもう楽しめば大丈夫だよ」とか言ってくれて、なんか私の周りには本当になんか肯定してくれる人しかいないから、もう本当にもうこの状況が本当に幸せで、なんかもうマジで本当にアイドルやってよかったです。ありがとうございます。